皆さんこんばんは。ポケモントレーナーのジハーディータカシです。今回はこのポリゴン Z を使って、ランクマのシングルバトルの方に潜っていきたいと思っております。で、このポリゴン Z 特性適応力が、タイプ1の技が 1.5 倍ではなくて2倍で打てる。で、さらにここにシルクのスカーフという持ち物を加えて、ノーマル技の威力を異常に上げながら、どんなポケモンもね、ぶん殴って沈めていこうっていうような方の、ポケモンになっております。このポケモンね、ポリゴン2に、なんか怪しいパッチを持たせて通信交換で進化するみたいなポケモンで、友達がいない俺はなかなか手に入らなかったんだけど、ついに、ポリゴン Z を手に入れたんでね、このポリゴン Z でもうしっかりと、環境のポケモンたちをね、しばき回していきたいと思います。それでは対戦どうぞ。はい、しっかりとマッチしました。ナッツンさん、対戦よろしくお願いします。サーナイト、ウーラオス、パッチラゴン、ワルビアル、アシレーヌ、ギルガルドと、いったところで、これは、そうですね、先発に何が来るかなんだけど、ウーラオスか、ギルガルドあたりから来るんじゃないのかなという気がするので、先発はとりあえず、キューコンで、殴るなり、オーロラベールを貼るなりして、で、当然、ポリゴン Z を選出。で、あとは、そうですね、アシレーヌがちょっときつそうなので、アシレーヌ対策としてワルビアルを置いて完了としましょう。はい、ギルガルドから来ると。で、これはもう全然不利な対面なんだけど、もうこれ受け出しのしようもないっていう印象なので、キューコンについてはもうオーロラベールを貼って退場しかないかな。うわ、やって、なんで？これはどういうことだろうな。なんか、アローラキューコンって、いや、さすがに、ギルガルドが鋼技を切ってるっていうことは、まずないと思っていて、で、鋼技が4倍で入るから、別にダイマックスする必要ないんですよ。だから、これ何意識なんだろうな。ちょっとよくわかんないや。初手ギルガルドでダイマックス切るって聞いたことないぞ。で、あとこれ豆知識というか別にどうでもいいんだけど、ギルガルドって、ちょっと待って、ダイジェットとか持ってるぞ。怖っ。どういうこと？もうなんか素早さにも振ってますよみたいな感じのイカれたギルガルドだったか。まあいいや。で、いや、これちょっと見ててほしいんだけど、これギルガルドって特性バトルスイッチじゃないですか。で、このバトルスイッチ大増したら、大ウォールをするときに、このバトルスイッチって起動しないんですよ。だから一回ダイマックスして殴ってしまうと、そのシールドフォルムになるために大ウォールじゃダメで、一回引っ込めたりしないといけないっていうね、なんか、ちょっといまいち仕様がよくわかんない感じのポケモンなんだけど、だからなんか喋ってるうちになんか気づいたら、アローラキューコンが倒れていると。で、ですね、とりあえずポリゴン Z はもう最後の切り札として、最後にダイマックス切るみたいな形でやりたいんで、とりあえずワルビアルで、削っていきたいんですが、このね、このギルガルドがその特殊なのか物理なのかにちょっといまいちよくわかんないんだけど、まあ一旦殴りゃいいか。これ多分落とせると思いますよ。ダイスチル。耐える。特殊なのかな、この威力を見る感じ。で、このワルビアルは、素晴らしい。このワルビアルは突撃直機を持っていて、で、素早さは、最速60速抜きまで素早さに努力値を振っていて、それ以外は特防特化みたいな形に作ってあります。基本的にアッシレーヌをしばき回すために、育てたワルビアルでございます。と言っていたらアッシレーヌが来たよ。アッシレーヌが来たんだけど、この削れてるワルビアルでどれぐらい相手取れるかっていうと、ちょっと難しいところはあるんだけど、まあこれ雷の牙で多少削って、で、あと最後のポリゴン Z に、あれ、ちょっと待って、おいおい、待ってくれ、これこだわりスカーフ？しかも耐えた。なんだ？あれ？ワルビアルが、あれ？努力値もしかしたら違うかもしんない。なんか違う振り方かもしんねえわ。ごめん。いや、最速60速抜きまで調整したはずなんだけどな。違うかな。ちょっと後で相手のパーティー確認してみます。スカーフだったら、
まあまだわかるんだけど、ちょっとどういうことだろう。まあ別にいいんですよ、結果的に足へのしばき混ぜてるんでね、俺は満足です。でもちろんこのアルビアルよりウーラウスの方が行動順は早いので、ウーラウスにねしっかりとワルビアルが倒されていくんですが、まあこれ裏のポリゴン Z でダイマックス切ればなんとかなると思いますよ。水流連打、これは落ちるんだが、これであいつのウーラウスの持ち物が何かですが、命の玉ではない、なんだろうね、タスキとかだったらややこしいよね。さあ行きましょう、大草原をね叩き込んでいきますよ。見てくれこの動き、もうやばいだろこれ、この動きが好きなんですわ。水流連打では当然落ちない、これはこだわりっぽい動きだよな。威力的にはどうなんだろう、ちょっとスカーフなのかハチマキなのかって判断がつかないんだけど、ハチマキではなさそう。見せてやれ。ちなみにポリゴン Z 初陣なんだよな、あれタスキじゃないから、うん、何だったんだろう。まあまあとりあえず勝てたということでね、いやいい形でポリゴン Z の偉人を飾れたんじゃないでしょうか。対戦ありがとうございました。はい、しっかりとマッチしました。ルーシーさん対戦よろしくお願いします。アシレーヌ、ルガルガン、エーフィー、バタフリー、ドサイドン、カビゴンというところでして、ルガルガンがパーティーに入っている場合ってなんかルガルガンが先発で来るイメージがすごいあるんですよね。だからルガルガン対策だったらウーラウスで行きたいんだけど、バタフリーが来ちゃった時がちょっと非常にめんどくさくて、であのバタフリーがすごい害悪な戦い方をしてくるので、そこでね起点にされたりしないようにだけ気をつけたいんですよ。であのバタフリーに強く出られるのってヒートロトムか、だからヒートロトムを先発に置いとかないと多分まずいよな、おそらく。でそうなると、まあ、ルガルガンなりあとカビゴンなりに強く出られるウーラウスはいた方がいいと思っていて、であそうだ、今回の動画の趣旨はポリゴン Z だからポリゴン Z にしましょう。まあさすがにバタフリーからは来ないよな、うん、オッケーオッケー、信じてたよ。でエーフィーから来ると、でエーフィーは非常に素早さが高いはずなんですよ。でエスパータンタイプだよね。ってなると、まあ、ロトムが大した有効ではないんですが、一旦ちょっとロトムを大事にしたいからボルトチェンジしましょう。わあ、そういう起点の作り方だったか、なるほどね。いや光の壁を張ったとはいえまあまあダメージ入りましたね。でここは、ポリゴン Z よ。でとりあえずなんか悪の波動を1回打ってみればいいと思いますよ。で何してくるかだけど、まあこれ起点作り型だったら普通になんか気にせずリフレクターとかな、そう貼ってくるよな。いやこれ落とせるんじゃないですか、悪の波動で。もうさっぱり落とせない、なるほど。でただ、エーフィー側もポリゴン Z に対して、まあ、大した有効ではないと思うんですよ。だからとりあえず悪の波動連打して、まあ、壁ターンを消費すると同時に、まあ、エーフィー削っていけばいいのかなと思っております。昼目、うわやっべ、トリックルームってことは裏にドサイドンがいるのがほぼ確定で、で、あとドサイドンカビゴンあたりかな、まあ、またはドサイドンアシレーヌとか、カビゴンアシレーヌみたいな感じの並びになるんじゃないかと思っております。でそうなるとどうする、そうなるとロトムで結構いろんなポケモンの上が取れるようになるわけでもないから、うん、まずいな。いやそうだよな、引っ込めるよな。でカビゴンが来ると、でカビゴンは非常に特防が高いポケモンなので、ポリゴン Z で打ち合ってもろくなことにはならないと。だからここは交換したいんですが、
いや、ちょっと待ってくれ。これまずいんじゃないのか。で、カビゴに腹大子とかも積まれたらおしまいだぞ。腹大子積まれたらもうこれおしまいです。腹大子を積まれたのでおしまいです。まあ、しかしね、こっから切り返していくんよ。俺くらいのポケモントレーナーになると。さあ、しっかりとマッチングしました。リンナさん対戦よろしくお願いします。ウィンディ、ウーラオス、アシレーヌ、ランクルス、モジャンボだっけで、なんだっけ、ラッキー、ハピナスだ、ハピナスで、個人的に、ハピナスが非常に嫌いなポケモンで、その次にアシレーヌが嫌いなので、その2匹に負けないような選出をしていきたいと思います。で、とりあえずハピナスは、格闘タイプがいないと相当相手取るのがきつい印象なので、ウラオスを選出しておくと。で、そうなると、相手のウラオスが来た時に多少しんどそうなので、キュウコンも選出しておきたくて、で、まあ、あとはポリゴン Z で何かしらでなんとかしましょう。お、なかなかセンスのいい服装しているな。ほらな、ハピナスから来ただろ。このハピナスがね、本当に嫌いなんだよね。このなんか、あー、まあそうだよな。ちょっと待って、これ感情的になりすぎた。さすがに突っ込めてくるよな。で、俺モジャンボの知識が全くないんだけど、こいつ何なの？毒草とか、見た目的には。ちょっと確認してみましょう。おっと、ゴツゴツめって思っていると。で、モジャンボは草タイプ単体でしたね。ってなると、で、こいつなんか物理なのか特殊なのかもいまいちわからないんだけど、見た目的には物理っぽいと。そうですね、なんかポリゴン Z で受けられるんじゃないかっていう気もするんだけど、どうだろうな。で、ウーラオスはやっぱハピナスのために絶対に大事にしないといけないポケモンなんで、ここはポリゴン Z に交換しましょう。なんか相手のトレーナーさん、なんかすごい服のセンスとか良くないですか。ああいう女の子はなかなか嫌いじゃないですけどね。ギガドレインだって特殊じゃねえかよ。ちょっとごめんな、俺の知識がなくて。で、結構強いな、こんなに効くんだ。でよ、とりあえずもう大アタック打っていいんじゃね。大アタックの通りが悪いなんてことはまあないから。うわ、やっべー。で、これハピナス、ハピナスだ。ムカつくんだよな、ハピナス。これでなんか受けられそうな感じだったら、ちょっとどうしようかな。言ってくれ、大アタック。いや、これはそれなりにいい火力出ると思うんだけどな。どうだろう、いけ。あんま悪くない、悪くない、悪くないけど、これ卵海みで受け切られるやつ。いや、待て、ちょっと待って、それはほんと嫌だから。だから、いや、ここはもう絶対にここでハピナスをしばき回しておきたくて、これはダイアーク打ってハピナスの特防を下げましょう。で、あと2回ダイアークを打って特防を下げて、で、受けきれなくして、で、最後破壊光線打つわ。ここは多分卵海みだと思いますよ。うん、そうだよな、そう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 、卵海みしてくるんだよ。不気味じゃのう、このポケモンはほんまに。で、もう一回ダイアーク打って特防を2段階下げていくと。で、そうすると特防2段階加工は、ダメージが実質2倍入ることになるんで、まあ、さっきのダメージ感からいくと、ギリちょっと乱数できついかっていうくらいだけど、まあ、なんとかなるんじゃないかと思っております。やっぱ相手ここ悩んでるよね。もう一回ダイアーク受けるときついってことでしょ。あー、オッケー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 。で、アシレーヌが来ると。で、アシレーヌも特防が非常に高いポケモンなので、まあ、ここでダイアークを入れておくのは、まあ、悪くはないんじゃないのかなと思います。まあ、ただしかし、ここでダイマックスをうまいこと枯らされてしまったのは、まあ、結構良くなくって、
で、どうなるかなんだけど、アシレーヌが、ポリゴン Z を一発で落とす技が多分ないと思うんですよ。だから俺はソーラービームを打つ。もう一回貯めるけど、あ、ほら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 、あ、ちょっと待って、ここでハピナス、もうムカつくんだけどハピナス。まあいいや、一回ね光を吸収していただいて、でここでハピナス何してくるかなんだけど、なんか姑息な積み技を積んできたり身代わりを積んできたりしたら、ぶち切れます。これどれくらい入るよ、多分そんな入んないんだろうな。 うわひどいなこれは。でトライアタックか、あーまあまあまあ、こうやって素直に殴ってくるんだったら、まあ、まだ好感が持てる。でですね、ここでどうするかなんだけど、交換際に、トライアタックを受けちゃうとウーラオスはね特防が全然高くないから結構きついんですよ。だからもうポリゴン Z を切り気味に動くのが一番いいんじゃないのかなと思います。でここトライアタックで、まあ、もしその状態異常引けたら美味しいんでトライアタック打っときます。なんか引け、なんか引け、でハピナスってなんか特製天の恵みとかだっけ、もうそれも姑息で嫌いだわ。急所とか当ててくるだろこうやって、で食べ残しとか持ってるだろ、絶対勝つ。もうこれあのたとえそのこの試合に俺が勝てなかったとしても、そのポケモンたちで勝てなかったらもう俺が倒しに行く、俺がハピナス倒しに行くわ。あ、これいやーこれ破壊光線打った方が良かったかな、こうどうせもう次行動できないもんね。コントラートだよね、はい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 。いやでもこれで普通にウーラオスを出して、でそしたらウーラオスで多分普通に倒せてしまうから、だからここのタクは相手ハピナスでダイマックスを切ってくるか、まあ、または交換だと思うんですよ。で俺の予想はアシレーヌに交換してくると思うの、だから一回トンボ返りで帰るわ。ほらな、まあこう本当にアシレーヌ一本読みするんだったら雷パンチ叩き込んでもよかったんだけど、まあ、そうちょっと雷パンチでこだわってしまうのもちょっといまいちかなと思ったんで交換しました。でここ俺はアローラキューコンに引くんだけど、アローラキューコンはフリーズドライを搭載しているので、まあ、一応アシレーヌに爆ズグがつくことができると、まあ、ただしアシレーヌ非常に特防が高いポケモンなので抜群技を持っていたとしても、まあギリ五分で打ち合えるかなっていうくらいだと思います。でここをどうするかなんだけど、オーロラベールから入った方がいいと思っていて、で素早さはこっちの方が高いんだけど、相手がここでダイマックスを切ってきて、ダイストリームで天候を変えられたらもうオーロラベールが張れなくなってしまうんで、ここで一回貼っといたらいいかなと思ったけど、でまずなんで向こうが早いんだって話で、これは相手がこだわりスカーフなんですよ。え、最近のアシレーヌってこだわりスカーフ巻いてんの？なんか知らなかった。でこれでおそらくダメージ的にもう一発なんだっけ、ムーンフォース耐えるんで、ここでフリーズドライを叩いていくと。いやーほんとスカーフとか使うんですね最近のアシレーヌ、なんかすげえ型がいっぱいあるな。はいはい、まあ悪くないダメージ、おっとこれは美味しい、凍った、いや嬉しいわ。こうやってねなんかヘイトが溜まってる相手がね凍ったりしていくのが一番気持ちいい、ポケモンやっててよかったなって思うんだよな。でこれは多分吹雪じゃギリ落とせないかな、どうだろう、落とせる、落とせない気がするから、普通にフリーズドライにしよっか、な変なことしてなんか深読みして失敗するよりはな、素直に叩いとこう。でアシレーヌ突破は非常にありがたいんだが、次にハピナスなんだよね、問題はハピナスで、でハピナスがねなんかもう不気味な積み技とかなんか身代わりとかしまいには小さくなるとか持ってたらもうかなわんので、まあ、できればね早いところウーラオスと交代したいんだけどな。あーちょっと吹雪と迷ったけど特防ダウンの効果を狙ってムーンフォースっちゃいました、買った。なんで卵海なんだ、あーまあウーラオス戦に備えてっていうことか、なるほど。
で、ここであられが止んでしまうので、あとオーロラベールを枯らしたいっていう意図があるんだろうな。で、次多分ね、普通に殴ってくるか。いやもうここ普通にちょっと吹雪打って退場でいいや。当たってくれ。あー、えらい。吹雪は天候があられ状態だと、おー、だからそれが嫌なんだよ。ダメだ、これはもうダメだ。いや、これはもうちょっとどうしようもないから、もう多分俺の負けなんだけど、いや、そのさ、いや別に、まあいいや、しょうがないな。これはだからこの身代わりをするっていう隙を与えてしまった俺のプレイングが悪かったのはわかるんだけど、いや、にしてもね、やっぱり、こういう戦い方をする相手に負けるっていうのは非常に悔しいところがありますね。いや、これは高3だな。あー、あの見た目めっちゃ可愛いのにね、あの子、あのトレーナーの子すげえ可愛くね。そういうセンスはあるのに、どうもその戦術に関する感性は合わないようだな。まあこれはちょっと降参ですね。対戦ありがとうございました。しっかりとマッチングしました。みかんさん、対戦よろしくお願いします。パッチラゴン、ストリンダー、ハピナス、ウーラオス、マリルリー、アーマーガ、ですね、ハピナスがこの中でダントツで嫌いなので、ハピナスに強いウーラオスを選出します。で、結構マリルリにうちのパーティー弱くて、対策をしないとマリルリで詰んでしまうので、ですね、いやどうしよっか。いや、これアローラキューコンでいっか。アローラキューコン入れといて、でポリゴン Z を選出するだとまずくってですね、アローラキューコンじゃなくてヒートロトムがいないと、アーマーガーでまずいことになっちゃいます。ということでこの3匹でいきましょう。はい、アーマーガーから入ってくると、で初手で出てくるアーマーガーはなんかステルスロックとか巻いてくるようなイメージあるんだけど、どうだろう。一旦雷パンチ打ってみる。多分アーマーガーがウーラオスを一撃で落とすためには大ジェットとかじゃないと厳しいと思うんだよね。うわ、5つ目だよ。まあ、やっべえ、まあ、クソやべえことが起こっていて、でこれはですね、もうちょっとあんま放置したらとんでもないことになっちゃうから、だからヒートロトムに下げます。もう一回鉄壁積んでくんじゃない、羽休め。あ、まあでもこれは全然悪くない。で、このヒートロトムを見て何をしてくるかなんだけど、多分交換してくると思うから俺もボルトチェンジ打つわ。おい、変えてきてねえんだが。いや、すごい火力だな。しかし羽休めかな。またここポリゴン Z 行き時じゃね。多分鉄壁一回積まれちゃってるし、羽休めでウーラオスだったら受け切られるもんな。ボディプレイ、これ鋼技だよな。うわ、やっべー。ボディプレスって格闘技なんだ、知らんかったわ、ごめんな。まあまあまあ、ここは上から悪の波動を打ってアーマーが突破できるんじゃないでしょうかって適当に言ったけど、ちょっと素早さ関係わかんねえわ。あ、オッケーオッケーオッケー、上を取れてる。まあ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 、ちょっとプレイングがそんなにいいとは言いづらいが、とりあえずアーマーが突破すると。出たよ。なんかもう最近このハピナスに対するヘイトがやばいんだけど。で、ハピナスはもう放置したら、なんか身代わり積んだりとか、もうやりたい放題やられちゃうんで、まあ、とりあえず一旦、ウーラオスの有利対面に持ち込んでいくと。さすがにここでトライアタックとか打ってこないと思うよ。ほらな、瞑想とか積み上がって。で、ここはもう絶対にハピナスに、余裕を与えてはいけないので、インファイトを打ちます。インファイトを打つんでいいと思うが、裏が、もうもはやウーラオスで割と有利が取れるポケモンばかりなので、もうここでダイナックルでいいんじゃないかな。相手もダイマだったら困るもんな。
でね、ハピナスはインファイトだったら格1取れるイメージあるんだけど、ダイナックルだったら多分耐えてくるんですよ。そこが気色悪いんだけど、まあまあまあ、ここで、おっと、あ、突破するんだ。えらいえらいえらい。いや、ウーラウスさすがだな。でもさすが。やっぱり。いや、これは頼りになる。はい、ストリンダー。で、基本的にストリンダーよりウーラウスの方が素早さ種族値的には高いんですが、いや、ストリンダーってこだわりスカーフとか持ってるイメージ全然ないから、まあ多分大丈夫だと思うよ。で、巨大連撃で落とせんじゃねえかな。うわぁ、あれだ、巨大ストリンダーだ。巨大感電撃ってやつだよ。で、そうなるとまあダイマックスしてきたストリンダーを A1 段階上昇のウーラウスの巨大連撃ではおそらく7割くらいじゃないのかな。わぁ、思ったより入ったな。で、返しのストリンダーの巨大感電で、まあさすがにウーラウスは落ちてしまいます。とりあえず虫の息のポリゴン Z から切っていこうか。破壊光線を選ぼう。破壊光線ってなんかロマンあっていいよな。ちょっと撃つ間もなく倒されていったが、でこれは非常にまずくて、ストリンダーの C を上げられてしまうと。でこうなると、ヒートロトムがストリンダーの技を耐えるかどうかなんだけど、ストリンダーがヒートロトムの抜群をつく技をおそらく持っていないんです。おそらくというか、まあ、ほぼ確実に持っていないので、まあ、一発は耐えてくれると信じてるけどな。頼む、あ、ダイアタック、大丈夫大丈夫大丈夫、これは大丈夫、これは大丈夫、耐えてくれ、耐えろよマジで頼む。オッケー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 、いいね。やっぱりあの HA252 ぶりなんでね。はい、当てていく。いやー、よかったよかった。これはちょっと待てよ、ポリゴン Z 全然活躍してなくねえか。まあ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 、いいんですよ、勝てば。あのポリゴン Z も笑ってる。対戦ありがとうございました。